ウェンデル・アンドレ・カーター・ジュニアは、アメリカ合衆国ジョージア州アトランタ出身のプロバスケットボール選手。NBA のオーランドマジックに所属している。ポジションはセンター、またはパワーフォワード。ジョージア州の高校ペースアカデミーに入学し、2年生の時、試合平均21.3点、12.3、リバウンド4.1ブロックを記録してチームを引っ張り、 27勝3敗でジョージア州内の 6AA 地区優勝を飾る原動力となった。その勢いは止まることを知らず2015年夏に行われたナイキピーチジャムでも所属する AAU ジョージアスターズの優勝を経営する活躍を見せた。その年、カーターはジョージア州 6AA 地区の最優秀選手を獲得され同時にアトランタティパフクラブオールメトロオーナーズの セカンドチームに選ばれた。3年生となった2015から16年、カーターは試合平均21.6点、13.6リバウンドを記録した。州内の決勝戦において、カーターは30.20リバウンドを記録し、2016年のジョージア州 AA クラスチャンピオンへとチームを導いた。カーターはこの年、ネイスミソールアメリカン特別賞。 マックス・プレップスが選ぶジュニア・オール・アメリカン・ファーストチーム、ジョージア州、AA クラス内最優秀選手賞、アトランタ、南フルトン郡内最優秀選手、州内の3年生から選ばれる、ファーストチームに選出された。2016年の春、ヒューストン・ロケッツのポイントガード、クリス・ポールがスポンサーを務める大会、チーム CP3 で他の選手としのぎを削った。 同年の夏には、ニケアイブルサーキットに出場し、16.8得点10点にリバウンドを記録して、オール、アイブルセカンドチームに選出されている。次の年、4年生になった、彼は、チームの中心選手として試合平均22.7点、15.5リバウンド、5.8ブロックを記録して、2017年3月9日に、ジョージア州 3A クラスの優勝へと導いた。 この年のカーターは、ジョージア州のすべてのクラス内での最優秀選手に選ばれるとともに、ゲータレードジョージア州最優秀選手、ネイスミスオールアメリカファーストチーム、USA トゥデイの選出する、セカンドチーム、マクスパープスが選出する、サードチームと、数多くの賞を受賞した。さらにカーターは、マクダナルズオールアメリカンに参加し、10.5リバウンド、3アシストを記録した。 コート外での活躍としては、モーガン・ウッテン賞を受賞している。これは、優れた人格、リーダーシップ、優秀な学業を収めたバスケットボール選手に与えられる賞であり、カーターはそれを持ち合わせていることを認められた。また、高校の成績は、GPA3.8 点を記録し、高校で定めているランスシールド賞を勝ち取り、 選手としてだけではなく学業でもトップクラスであることを証明した。カーターは高校選手としては全米の中でも4番目、パワーフォワードとしては一番優秀だと評価された。高校卒業後の2017年7月、カーターは2016年に u 1 7フィバワールドカップのオールトーナメント、チームの一人に選出された。ハーバード大学への入学も視野に入れていたが、 最終的に、デューク大学でのプレーを選んだ。1シーズンだけ、デューク大学でプレーした。インディアナ大学戦では、ファールトラブルに陥っていたにもかかわらず、18.12リバウンドを記録して、見事勝利するを飾った。シーズンを終えて、試合平均13.1、得点9.1リバウンドを記録した。2018年の NCWA トーナメントで、 敗北を期した後、残り3年の大学生活を打ち切り、NBA ドラフトへアーリーエントリーすることを表明した。2018年6月21日に行われた NBA ドラフトで彼は全体7位指名でシカゴブルズに指名された。2018年7月3日にシカゴブルズと正式に契約を結び、プロ選手としての生活が始まった。 2021年3月25日に、ニコラ・ブーチェビッチ、アルファルーク・アミヌとのトレードで、オット・ポーター・ジュニアを及び将来のドラフト一巡目、指名権二つと共にオーランド・マジックへ移籍した。2021から22シーズン開幕直前の2021年10月15日に、マジックと4年5000万ドルで、契約延長した。カーターは U-17 アメリカ代表選手として、 フィバワールドカップに出場し、金メダルを勝ち取った。さらに、前述した通り彼は、チームメイトのコリンセクストンと共に、オールトーナメントチームの一人に選出された。身長、体重、ウィングスパンの長さなど、大学の時点で恵まれた体格をも持ち、効率的に得点する能力を有している。外からのシュートも得意で、フロア全体から56%。 3ポイントシュートも40%以上の確率で決めている。また、フリースローも成功率73.8%を記録するなど苦手としていない。また、バスケットボール IQ の高さについても評価されている。その反面、ターンオーバーとファールの多さが改善点として挙げられている。また、本来パワーフォワード向けの身長で、 センターとしてプレーするには小柄である。しかし、大学時代はパワーフォワードとしてプレーするとき、センターでプレーするときと比べてあまりフィットしていないと指摘されている。彼の父はデルタ州立大学を卒業した後、ドミニカ共和国でプロバスケットボール選手として活躍していた。彼の母はミシシッピ大学のバスケットボール選手だった。カーターは幼い頃から両親に、 学業も頑張るようにと強いられてきた。その結果、彼は、デューク大学、または、ハーバード大学へ進学するかを選択できるほどの、学業成績を収めるに至った。2018年2月23日、カーターは、デューク大学の入学に先立ち、大学から、不正な金銭の術があったことを疑われた、25人の、大学生選手のうちの一人であると FBI の、 調査により判明した。その中で、カーターが、デューク大学への入学を決める9ヶ月前に、彼の母親と共に、その件で逮捕された、スポーツエージェントと一緒に食事をしていたことが、報告されている。ありがとうございます。